はい、皆さんこんにちは。こんにちは。スペースビズ編集長の太田です。対談の相手はおなじみの医師です。医師です。よろしくお願いします。医師、はい、今回はですね、今の宇宙エンタメコンテストやってるでしょ。はい、やってますね。それのですね、あの宇宙川柳の最優秀賞候補パート1になります。パート1ですね。この中から優勝を選ばれるかもしれない。そう、あの宇宙エンタメコンテストね、なんとか盛り上げたいなと思って、その中の候補をね、ちょっとやるっていうことをですね。本当にいっぱい集まってきてますからね。そう。で、あの審査員のこう、まあ、我々がね、まあ、あの選び抜いた、まあ、宇宙川柳なんですけど、まあ、医師の方でね、あの一言なんかコメントいただけると、はい、まあ、ありがたいんだけど、大丈夫？あ、もちろんです。大丈夫。一つ一つ思いが込めて入ったから大丈夫かな。はい、はい、ではね、早速、まあ、最優秀賞候補となる、まあ、宇宙川柳を続々と紹介していきましょうかね。はい、よろしくお願いします。はい、ではあの最初の宇宙川柳は、ラーメンか卵で悩む宇宙食になります。いや、なかなか、はい、こちらですね、宇宙食を本当にぐっと身近に感じさせる、うん、素晴らしい川柳だなというふうに思ってましてですね、まあ、ラーメンと卵って普通宇宙で食べるものじゃない。液状、液体が多すぎてちょっとそうだ、ね、宇宙をちょっと食べるの難しそうなんですけれども、まあ、最近は本当に進歩してきてますので、うん、まあ、そういうところが、あの、まあ、しかもですね、悩んでいるという描写がですね、なんかすごくリアルだなというふうに思っていてですね、まあ、こうやっぱり、まあ、宇宙に行くにしてもやっぱりラーメンか卵か迷うみたいな、まあ、チキンラーメンだったらどっちも一緒に食べると思います。チキンラーメンをなんか思い浮かぶよね。そうですね、はい、でちなみに僕だったら、あの、あ、味玉食べたいね。あ、味玉ですか。なるほど。こだわり斬新ですね。難しいですね、はい、まあ、確かに面白いですね、はい、で次の宇宙川柳は、宇宙へと活路を見出す町工場です。そうですね、こちら本当に、まあ、町工場、ロケットを打ち上げて、うん、まあ、その地域を再生するみたいな、はい、そういったすごいロマンが感じられる、作品かなというふうに思いましたね。まあ、結構映画とかでも、あの下町ロケットとか、 そうだね、あとはあのオクトーバースカイとかも、あ、そうだね、はい、そこら辺もすごく、あの地元の町からロケットを打ち出すみたいな、そういったロマンがあったので、うん、まあ、そこら辺をすごく濃厚に映した作品かなと思います。なんか中小企業の、ね、方々、こうご苦労されてね、こう汗をかいてるこう姿なんか、うん、そうですね、なんかこう情景が思い浮かぶような、思い浮かぶ感じがするよね、はい、活路っていうことを、そう、活路聞かれましたね、はいはい、ではね、次の宇宙船に行きますね。次の宇宙船流は、青天井、なぜか屋根なしこの地球です。うん、宇宙へのロマンっていうのは結構、あの、いろんな言葉で表現できると思うんですけど、うん、こう屋根がないっていうふうに表現するっていうのは、ね、面白いなっていうふうに思いましたし、あとやっぱ地球が青いっていう、その青い地球ってイメージと、まあ、青天井って、うん、まあ、この2つを掛け合わせるところすごくうまいなというふうに感じました。上手だね、確かに、はい、でなんかこう地球人の限界っていうのもなんか感じさせて、うん、あ、なるほど、それがまた宇宙へのこう、ね、憧れっていうのを抱かせるっていうような感じの、はいはいはい、なるほど、まあ、地球人としてこう地球の上で生きていくことへの限界みたいなのを感じてる、そういうのをなんか感じさせるところもあるよね。確かに確かに、はい、では次の宇宙川柳いきましょうかね。次の宇宙川柳は、更年期、宇宙人なら更年期。これは、はい、こちらちょっと漢字見ないと分からないですね。これは、ね、動画で見れば分かると思うんですけども、はい、こちら本当に思わずうまいっていうふうに手をついてしまいましたね。あの、普通ネガティブに捉えられがちな、まあ、更年期というものですけども、はい、まあ、宇宙人にそもそも更年期はあるのかっていう、重要な問題もあるんですけど、ね、はい、まあ、宇宙時代が到来したら、まあ、更年期もすごくポジティブに捉えられるんじゃないかと思います。なんか宇宙人ってどれぐらいの、ね、時間かけて地球に来てるのか、なんか気になるよね。うん、そうですね、まあ、普通だったら本当にもう死んじゃいますよ ね、なんかワープで来てるのかなとかね、そうなの面白いよ ね、はい、想像すると、はい、ではね、あの次の宇宙船でいきます。テレワーク、相手は月に住んでいるです。うん、こちら本当に、まあ、リアルな未来描写ですよね。うん、まあ、野口聡一も自分のことは究極のリモートワーカーというふうにおっしゃっていたんですけど、まあ、意外とそのテレワークに親しんでいる方にとっては、意外と宇宙旅行とかで、あの、テレビ電話するのはそんなに遠くない未来なのかなというふうに感じます。でもなんか本当22世紀なんか100年後ぐらいはなんかこうなってるかもね。そうですね、本当に、うん、もう100年、うん、意外ともうあっという間にいってしまうんですね。あっという間かもしれないね、はいはい、ではあの次の宇宙川柳は、宇宙旅行、筋トレだけで何もせずです。は
ください。こちらは宇宙だと本当に無重力なのであれですね、筋肉がなまってしまって、まあ、そうそうそう、落ちちゃうんですけど、さすがに筋トレだけで過ごすっていうのはなかなかこう飛んでるなっていう、その発想がすごく面白いなと思います。なんかね、宇宙飛行士はね、毎日やっぱ2時間ぐらいは、運動してるんですよね、宇宙で。そうだからまあずっとだけそればっかと思ったと思うんですけどね。宇宙でムキムキになって帰ってきたら、それがかっこいいなと思います。まあ面白いですね。じゃあ次のね、宇宙川柳はコスモスを語る学者と聞く子供です、うん、こちらは宇宙をコスモスっていう形で表現したところが、まあ最初にこうすごく新しいのを感じたのに加えてですね、こう語る学者と聞く子供ってまあこういう地域構造ですごくなんかパステル調のなんか美しい情景が浮かぶような感じがしましたね、はい、なんかただの大人と子供とかじゃなくてね、うんうん、なんかそのまた学者とその聞く子供っていうのはね、本当に面白いよね。知識の伝達というか、承継がなされているって感じですね。それがまた面白いなって気がしましたね、はい、では次の宇宙川柳は渋滞のストレスもなく流れ星、うん、はい、そしてなんかすごくあの作者がどういう状況にいるのかっていうのがいろいろ想像ができてですね、そうだね、まあ、実際こう車でごった返す夜の道路で、まあ、イライラしたところこう窓の外を眺めたら流れ星がふっと通り過ぎたような感じの歌なのかなっていうところもありつつ、まあ、流れ星にとっては渋滞のストレスもないっていう、まあ、流れ星の立場に立って歌った歌なのかなって、まあ、いろんな想像ができる歌ですね、はい、なんかあの、まあ、大都市というかね、ある程度の都市に住む方だと思うんだけど、なんかこう空をこう見上げてね、うん、こうほっと一息というかね、はい、なんかそんな感じがしますよね、やっぱりね、ストレス社会、まあ、都会に住んでるとなかなか空を眺める機会ってちょっと減ってると思うんですけど、ぜひ眺めて眺めていただきたいですね、そこはね、はい、ではあの次の宇宙川柳は図鑑から飛び出す世界光る星です、うん、これはまあ子どもの頃とかこう図鑑を開くたびにこう新しい知識の扉が開かれるみたいな、うん、そういったこう夢のこうワクワクする感じですね、ワクワクする、それがすごくこう光る星とか飛び出すとか、そういったすごく明るい形容詞で表現されてて、すごくあの、うん、いいなと思いますね。なんか大人になっても僕この年でも宇宙図鑑とかたまに読んじゃうんだけど、なんかねすごい共感できるんでね、そうなんかワクワクするっていいですよね。そうではね、あのまあ最後のね、あの最後のパート1の最後の宇宙川柳は瞬きは名もなき星のラプソディ、うん、なかなかこうロマンチックな歌だと思うんですけど、まあこう名もなき星っていう表現だったりとかですね、あとラプソディってまあもともと教師曲ですね、教師曲だと思うんですけど、あす、ね、まあ、一定の形式にとらわれずに自由奔放なメロディーが繰り広げるのがラプソディだと思うんですけど、まあ、星々もこう一見こう散らばってる、無秩序に散らばってるように見えて、実は背後で美しい秩序が働いているみたいな、そういったところをこうラプソディって言葉ですごく的確に表現されてるのかなと思いますね。なんかおそらく宇宙ってこう名もなき星だらけだと思うんですよね、うん、そうですね、基本的に、まあ、確かに名前がないんですか、はいはい、まあ、人間が適当につけたらダメですね。そう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 、でその中でね、こうなんか宇宙の歴史がなんかこう垣間見えるような感じがして、なんかいいですね、うん、なるほど、まあ、壮大なスケール、そう壮大なスケールの中でね、はい、はい、で、まあ、今回ねこれでパート1はちょうど、まあ、10個になりますね、うん、でまあ最優秀賞候補、まあ、最優秀賞候補パート1なので、まあ、当然ね、まあ、1回じゃ終わらないですね。そうですね、本当にもうジャン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 やりたいと思うんですけど、はい、でパート2パート3とまたの続いていきますので、まあ、最優秀賞が、まあ、決定するまで、まあ、お見逃しないようにぜひお願いしたいです、はい、あなたの作品がぜひ読み上げられる、あ、そうかもしれませんね、はい、ですからぜひあの見続けてください。ではね、あのパート2まで、まあ、ぜひお楽しみください、パート2を。ではまたね。またね。